リーダーが早死にするかどうかについて、これは非常に馬鹿げた意見。ようこそ犬の行動専門家ドクトレーナー瀬形です。今回は犬がリーダーになったら早死にするのっていう質問をもらったんで、それについてお話ししていこうと思います。ね、犬が、ね、家族のリーダーになった時には、いや犬が、いろんな気遣いをね、こうしなあかん、ああせなあかんって群れのことを考えてしまうから早死にするっていうことを聞いたんやけど、それはほんまなんていう話は質問をもらったんやけれども、そんなわけないやんっていうのをやっていこうと思う。まあ、結論から言ったら、廃人になんかするわけないよ。そもそも犬に群れっていう考えがそもそもないよっていうことな。なぜリーダーが廃人にするっていう意見が出てきたかって言ったら、野生下での群れ社会においてリーダーがそういった、ね、描かれ方とか、まあ、実際あったりだとかするからなんやけれども、ね、野生下でリーダーって言ったら常に下からの挑戦を受ける立場やねやんか。ね、力の強い、例えば熊でも猿でも力の強くて、そして思いやりのある、ね、リーダーがトップになるんやけれども、やっぱりそこリーダーの立場ね、リーダーの立場になろうとすれば実力的な争いっていうのが起きるわけ、ね、熊でもね、強い闘争で、もうああいうね、見たことあるかな、実際私登別熊牧場行ったことあんねんやけど、もうめちゃめちゃ怖かった。大人になってから行くとわかるけど、あんなもんね、すごいよ。もう爪が人のね、こういう人差し指とか、あれぐらいね、平気であるから、一本がね、あんなんで引っかかれたら、まあ、ひとたまりもないよね。たまにニュースでね、人が襲われたりして、っていうニュースあるけど、よく生きて帰ってこれるよね、っていうぐらい恐ろしい。まあ、それはちょっと置いといて。そういった、すごく殺傷能力の強い生き物同士が、ね、闘争して争って順位を決めるわけじゃないか。ね、やってくると、勝った時はいいよ。勝った時は自分に対してそんなにね、怪我であったりとか、外傷であったりだとか、そういう後遺症がね、残りにくいやんか。だから群れのトップとして維持して君臨し続けられるんだよな。で、負けた時ってどうなのさってなったら、負けてしまうっていうことは力及ばず、コテンパンにやられることが多いんやんか。ってやったら、もう死に至るような、怪我を負ってしまうだとか、後遺症を負ってしまうことも少なくないねんな。だから、群れのリーダーが立場で負けたときは、敗退したときは、早死に、どうしても健康で居続けるのが難しくて、立場が落ちると群れから追い出されて、そのまま亡くなってしまうっていうケースがあるねんな。だから、おそらくそういった部分から、リーダーは早死にしやすいんじゃないのっていうのが、はしょられて、結果だけ伝えられる。リーダーは早死にする。リーダーは早死にする。みたいな。そんなところが言われてきてたんじゃないかなとは思う。で、そもそも犬がそういう風にして群れの順位を決めてるかってそうじゃないやんか。犬をね、正しく飼って、で、平和的に、問題なく、トラブルなく、過ごしている人たちなんかは、犬をコテンパンにして、俺が立場上やーっていう風にしてるかって言ったらそうじゃないやんか。そんな人は動物虐待やんか。わかるやんか。ね、あそこの犬、ね、例えば私のとこでも、ね、こうやって、トラブルなく変えてるわけやん。こうやっておもちゃ噛んでてる、そういう時でもなでなでしても別にね、私に敵意ないからさ、問題なく変えてるわけやんか。じゃあ、私が日常から、俺の私は上やーとか怒鳴ってるだとか、犬がキャインって言ってるかとか、そんなしてるかって言ったらしてへんわけよ。別にこの子の言うことだってよう聞くよ。朝散歩を連れて行け、散歩連れて行けって言ったら、うん、連れて行こうか、行こうかって言ったりするし、散歩でも言われてるのよ。犬が先に歩いてるとリーダーになってるからダメですよだとか、早死に、それで早死にしますよとかせえへんよ。あんなわけないやんか。私はね、結構散歩はある程度はこの子の自由に任せてるの、そっち行くって言ったら、ね、例えば道でも、ね、左側右側で、ね、匂いが違うわけやんか。で、犬にとったら匂いっていうのはものすごく重要になってくるから興味がすごく出るね。あ、こっちの匂いが気になるって言ったら、あ、そう、こっち行くってついていくし、もうつい犬はね、こっちの方の匂い気になるって言ったら、あ、そうって言ってそっち行く。じゃあそれで犬がリーダーになって言うこと聞かなくなってるかって言ったら、そんなことないし、早死にしてるかって言ったらそうでもない。今10歳やけれども、大した目立ったね、トラブルもなく健康にね、過ごしてくれてる。早死にするか。せえへんやんか。そもそも早死にするって何歳ぐらいのこと言うんやろうね。平均寿命以下ってこと。別にね、リーダーじゃなくても平均寿命以下で死んでしまう子はいるやろうし、そもそも、じゃあ死因は何になるのってなるやん。リーダーになったら、なんやろ、いきなり老けて死ぬのかなって。ねえ。なんやろうね。
いきなり痩せ細って死ぬの？ようわからんやんか。なんかイメージだけなんかそういう廃人にするとか言うんやけれども、じゃあ実際の死因何よって聞いてる。なんかやぼね、一回も聞いたことない。だから、リーダーになったら廃人にするっていうのは点で嘘な。犬の性格上、性質上ありえない。リーダーっぽい感じは、感覚は犬も持っているけれども、そのみんなが一般的に思い描かれているようなボスであるとかアルファであるだとかそういうのは成立してないからね、犬の社会の中では。だからそもそもリーダーっていうのがないし、リーダーだからこの子はリーダーになったから早死にしたんですっていう犬見たことないやんか。あったら教えてほしいわ。もう何を言ってんのやろと思う。だから正しく接していれば、正しくっていうのはそうやってリーダーとかね、ボスだとかそういうのをそういうことじゃなくて、ちゃんと犬の接し方をいろんなことから学べば、犬の散歩において先に歩いていても別に問題はなかったりするし、ね、犬の言うことを聞いても問題がなかったりする。そこはどういうふうに基準、犬の言うことを聞いてもいいんやろうって悩むと思うんやけれども、犬の言うことを聞いてトラブルがない自分自身が問題じゃないなと思ったら言うことを聞いてあげたらいい。だから私もシチュエーションで、その散歩のシチュエーションで犬の言うことを聞く聞かないが変わるわけ。車がね来てないだとか、バイクが来てない、人が来てない、自転車が来てない、安全な道を歩いてるときやったら犬の言うことを聞くっていう風にしてやね。ね、そうこっち行く、あっち行く。で、横に車道があってね、犬の言うことを聞いて車道をまたいで向こう行きたいっていうこともあんねやんか。でもそんなんしたら引かれるわけやんか。じゃあ、車道の向こう行きたい、じゃあ渡ろうかって言ったら引かれたりして危ないやんか。ね、バイクとか自転車とか来てたらその人にも迷惑がかかるわけやんか。だからそういうシチュエーションだったら、それは言うこと聞かないよ、こっち行くよ、おいでっていう風にして、お互いの意見を通し合えるような関係を作っておくっていうのが大事。ここを守れば変なリーダー論に惑わされずに自分の愛犬の言うことを聞いてコミュニケーションが円滑になる。その結果お互いが幸せになっていくっていう風なのができるから、それをしてあげてな。では今回はこれで終わらせていただきます。次回もお願いします。まあ、じゃあね、またね、バイバーイ。